N- ブロモスクシンイミドは有機化学においてラジカル置換、給電子負荷反応に用いられる化学物質である。NBS は収素源として重宝される。アセトン、TH 界、DM 界、ダム素、アセトニトリルに可用であり、水や酢酸に溶けにくい。ジエチルエーテル、ヘキサン、4塩化炭素には不要である。NBS は水中である剣である位置と反応し、 ブロモヒドリン2を生成する。より良い反応条件としては、ダム素、DME、TH 回、タートブタノール等の50%アルケン水溶液を摂取レードに冷却し、NBS を少しずつ加えるというものである。周素イオンの生成と、続く水による迅速な攻撃は、マルコフニコ不足に強く従い、アンチ型の立体選択性を与える。副反応で、アルファ、 ブロモケトンおよびジブロモ体が生成する。この副反応は NBS を使用直前に再結晶することにより最小限に抑えられる。水の代わりに嗅覚性の主役を加えることにより反能元を2つ持つアルカンを合成することができる。NBS を用いたアリルくらい、ベンジルくらいのブロモ化においてよく用いられる。反応条件としては、 NBS を無水4塩化炭素に溶解した溶液を、ラジカル開始剤と共に還流するか、光照射する、もしくはその両方を併用することが必要である。これは、ウォールチーグラー反応とも呼ばれている。水が存在すると、目的化合物が、加水分解されたような化合物が生成するため、4塩化炭素は反応の間無水状態でなければ、ならない。水および、 収穫水素を補足して除去するため、しばしば炭酸バリウムが加えられる。NBS は、ラジカル反応もしくは酸色媒反応によりカルボニル、誘導体の α ァイをブロモ化する。例えば、塩化ヘキサノイル1の α ァイは、酸色媒のもと、NBS によりブロモ化される。エノラートやエノールエーテル、エノールアセテートと NBS の反応は、複製生物が少なく収率が高いため、 アルファブロモ化反応としては好まれる。フェノール、アニリン、様々な方向属複素乾式化合物といった、電子豊富な方向属化合物は NBS により、ブロモ化される。DMF を溶媒とすると高いパライ選択性が、得られ、二流化炭素を溶媒とすると、オルトイ選択的である。NBS は、D ブ等の共演機の存在下で一級アミドと、反応しホフマンテニにより、 カルバメートを生成する。滅多に見られないが、NBS はアルコールの酸化にも利用可能である。イライアス・コーリーらは水と DME の混合溶媒に溶解させた、NBS が1級アルコールの共存化でも2級アルコールのみを選択的に酸化できることを発見した。よく攪拌したスクシンイミドの氷霊溶液を水酸化ナトリウム中へ加え、その後シュを加える。 生成物である NBS は沈殿し、ろ過での取りすることができる。NBS の生成には、自らの再結晶が用いられる。ウォール・チーグラー反応においては、未生成の NBS を用いる方が良い収率を与える。NBS は完便かつ安全な収束源であるが、吸入することは避けるべきである。NBS は冷蔵庫で保管すべきである。NBS は時間とともに分解し収束を発生させる。 純粋な NBS は白色であるが、臭素により白色ではなく茶色がかった色をすることが多い。一般的に NBS を伴う反応は発熱反応である。それゆえ大規模な反応に用いる際には十分な注意が必要である。ありがとうございます。